はい皆さんこんこ、えー、今日はですね、まあ、最近ちょっと中南中米を大体飛んでるんですけどまた中米のですねあのグレナダっていう国です。であの中米というのは、まあ、ここにあのメキシコ湾というのがありますねフロリダ半島とアメリカとメキシコにとユカタンに囲まれた。 メキシコ湾というのがありますけど、えー、カリブ海というのが、えー、この南北アメリカの地境ですよね海峡じゃなくて地境この地境と、えー、北にあるキューバとですねハイチドミニカですねハイチとドミニカはあの半々になってますね西がハイチで東がドミニカなんですけど。 でそことえー、っとここはどこだプエルトリコがプエルトリコがこのちっちゃいしますね、えー、キューバハイチドミニカプエルトリコででさらにですねそこから行くとあの小さい島、まあ、島なんですけどこれ実際は国なんですけどね、えー、それがですねあのこう小さい国がですね連なってるんですね。でその それでこう海がですね囲まれたようになっててでそれがあのカリブ海なんですね。こうなんつうのか鑑賞みたいになってる実際鑑賞じゃない,んでないと思うんですけどまあ大きい鑑賞みたいなか形というか雰囲気になってるんですね。南の方はもちろんあの中 あじゃあ南米大陸ですよね。うん、でその、えー、東側にあるカリブ海を区切る東の壁というかですねそこにあのこのまあだいぶ下の方ですねにグレナダという国これは独立国ですまあイギリス連邦の一,種一つですけどまあ独立した国ですねそういうのがですねここにいっぱいあるんですよね。うん えー、グレナダセント・ヴィンセントとかバルバドスセント・ルシアマルティニークドミニカグアドループアンティグアバブーダアングイラバージン諸島とかですねいっぱいあります。トリニダード・トバゴっていうのはこのベネズエラのすぐ北にありますよね。うん こ,こですねカリブ海こう島と地境と大陸によって囲まれているわけですね。でバハマとかねあるんですよこのフ,フロリダ半島のちょっと先にバハマもありますね。うん、この辺はででもねね、あのー、あれです、ね、コロンブスが あの大航海時代のね1400年代の終わり頃にこの辺をね探検するんですけどねえっ、ー、とコロンブスが最初に着いた島がね <coughs> えっ、ー、とちょっと待ってくださいね第1回航海で。 えっとサンサルバドルかサンサルバドル島ってとこに着くんですけどねあ,あバハマのいバハマの中ですねバハマのサンサルバドルバハマはこれですからねえっとサンサルバドルちょっと調べてみましょうかねまた今度ちょっとそこ飛ばないといけないですねバハマの え今グーグルマップ見てるんですけどもサンサルバドル、パッと出てこないですねうん調べたほうがいいか。 えサンサルバドルあそうかサンサルバドルって中米だよねあ前飛んだよねあれということはまた別のサンサルバドルなのかサンサルバドルってあのエルサルバドルの首都ですからねこの前飛んだと思うでサンサルバドルの島じゃないとダメなんだよ バハマの島であ出てきましたね、えー、っとマップで開くあコックバーンタウンあなるほどなるほどバハマの本当に一つの島ですね <laughs> ですからこれでいくとちょっとこれ見て 使うかな黒板タウンああこれですねこの島ですねこのバハマのキューバの北にバハマあのフロリダから見ると東にあるんですけどねそこにまあ島があってあ今日はここにしましょうかねうんせっかくなんでえー そうですね、サンサルバドルってこれあのエルサルバドルの首都じゃないんですけど一緒の名前なんですよねそれにちなんでつけたのかもしれないですけどねでサンサルバドル島という島があってこれがバハマの、えー、バハマの領土なんですねこの黒板タウン黒板タウン まあ、黒板タウンという名前でちょっと地名まで出てないなまあこれ小さい島なんでね、まあ、行けばわかると思いますけどうん飛行場のあたりが黒板タウンですねうんここがええー コロンブスが最初に到着した島ですねちょっともう一回歴史を。「世界史の窓」っていうねウェブサイトがあってそこをいつも私ね見やすいんで見てるんですけどね。 1492年10月12日に到着した島をサンサルバドル島と名付けたコロンブスはこの地をインディア,のインディアスの東のはずれにある半島上の土地であると確認確信し現地人をインディオと呼んだその地の王との面会を求めたが実現できず付近のキューバ島エスパニオラ島現在のハイチとドミニカですねあのキューバの 東にある島ですねなどを探検残留の乗組員を置いて一旦帰国したこれらの島々は現在でも西「西インド諸島」と呼ばれている年10月12日ですねで第2回公開ではですね、えー、ジャマイカ島とかねキューバとかね いいろろ行くんですけどねエスパニョーラとかねエスパニョーラってあの,ハイチドミニカのとこですよ、うん、ここはキューバ島ですねこの南の大きいでこ,これがエスパニョーラですねあのハイチ西がハイチで東がドミニカ共和国ですねでこの次がプエルトリコですね いよいよ大統領選挙がね明日になりましてね今日は月曜日の深夜ですから火曜日の深夜に、まあ、投票が始まるっていうだけなんで、まあ、実際あらかた結果が報告され始めるのが、えっと、水曜日のお昼とかですね日本時間で言ったら。 っっちゃったぐらいになるんですよね。で FOMC がですねあの木曜日の深夜だからまあ実際は金曜日にね出るんでまあ FOMC までに決まれば。 いいいいぐらいじゃないですか郵便投票がありますんでねまあ、開票が遅れますからねやっぱり体制が決した場合は別に郵便投票が後から来てもですね覆ることはないんですけどあの激戦州ではですね本当にね数千秒の差で決まる場合があるんですねでその場合もう郵便投票を開けてみないと最後の最後まで分かんないっていうのがありますんでね いやーこれがコロンブスが到着した島でございますね、えー、サンサルバドル島ですまあ歴史的な町なんでね島なんでねまあ観光客もいるんじゃないですかね まあこのゲームね19日に新しいやつが出るんですけどそれがあの日本語版があるかどうかがまあ、あれば買う予定なんですけどねうんまあこれでも別にいいんですけどねただあっちの新しい方はなんか大地がもっと詳細になって歩いたりできるらしいんで人 車じゃなくて人ででで歩いいたりできるらしいんでねそれがちょっと楽しみではありますけどねアマゾンのジャングルとか歩いたらどうなるんだろうっていうちゃんと動物とか出てくるのかなっていうねまあ小さい島ですねこれこれがコロンブスが到着したサンサルバドル島ですね。 まあ街でいうとコックバーンえーなんだっけなちょっと忘れましたいや綺麗ですねエメラルドグリーンですね ではないか。ちょちょっと緑っぽいですね。エメラルドグリーンっていうのはもうちょっと水色っぽい色ですよね。 まあ、あのコロンブスが到着したのが1500年ぐらいですけど <laughs> 実際はですね、ノルマン人とかがもう先につ,ついてたんじゃないかという説もありますよねノルマン人が活躍したのってまあだいたい1000年紀元、えー、1000年ぐらいでしょ期限1000年ぐらいにあのいろいろな例えばあのイギリスなんかを征服しましたよねでそれがあのノルマンコンケストっていう、まあ、有名な事件ですよね イギリスがもともとケルト人とかがブリトン人っていうんですけどそれがあの独自の国を持ってたんですけどあそうかもっとあそれはもっと前かブリトン人がいるのはもうちょっと前であのロ,ーマ人ローマの、えー、ゲルマン人が攻めてきますよねゲルマン人の大移動でアングロサクソンがあのイギリスに渡るんですけど。 でそれで自分たちで独立国を持ってたんですけどノルマンコンケストで1016年だったかにノルマン人に征服されてあの支配者階層がノルマン人になったんですよねそういう事件があったんですで1000年前後にあの シチリア島なんかもねノルマン人が征服してノルマン人の時代になったんですよねであの頃ににはものすごくあのバイキングですからねもともとデンマークとかノルウェーの辺りに住んでた人ですからおそらくですね北アメリカにも到達しているんじゃないかと言われてますよね。 まあしてると思いますよ実際問題うんただその遠洋航海できる造船技術がですねその500年の間でどれだけ進歩したかですよね画期的にまああの羅針盤とかの発明とかもあるんですけど うん、羅針盤の発明というのがだいぶ大きいですからね、まあ、ただ羅針盤なくても星でいけると思うんですけどある程度はねまあ適当に西に向けていってで頑張ってあの死に物狂いで行ったらこの辺りに着いたノルマン人もいると思いますけどねうん。 金曜日の、あ、もう実際は土曜日か、土曜日の朝早朝にね、NVIDIA が、私の持ってる NVIDIA があの、ダウに採用されるというね、嬉しいニュースがありましてね、インテルが除外されて、インテルがね、あれ、30年近くだったかな、もうダウの代名詞だったんですけど、 ダウって言ったらあのボーイングとか、ね、ダウあのインテルとかあとデュ,ポンデュポンなんかもあったっけなあれなかったっけな <laughs> あの老舗企業というのが何社かあるんですけどそれインテルが外れたんですよねもうこれはもうある種時代を、まあ、象徴する出来事でしたよねエヌビィアに変わったっていう。 えー、ちなみにちょっとダウを見てみましょうかダウはですねボーイングデポウォルマートビザあ、ビザですよねシェブロンシスコシステムズ 3M キャタピラーコカ・コーラコカ・コーラですよナイキアメリカンエクスプレスアマゾンドットコムゴールドマンサックス、IBM IBM ですよね。 マクドナルド、JP モルガン、トラベラーズ、ダウ、ダウというのは、あのそのダウ30種のダウじゃないんですね、たまたま同じ名前の会社がダウという会社があるんですけどで、これも確かね、除外されますね、でユナイテッド・ヘルス、インテル、でまあ、ほとんどですねもう世界を代表する銘柄なんですね、ダウは。 まあこの中で知らないって言ったら、まあ、知らない人いらないと思うトラベラーズとかねあんまり知らないですよねトラベラーズとかダウとかユナイテッドヘルスも知ってる人少ないでしょうねこれ健康保険の会社だと思いますけどでもあとはもうほとんど知ってますよねボーイングウォルマートビザコカ・コーラナイキアメリカン・エクスプレス アマゾン、IBM、マクドナルドもうこ,のこれぐらいのやっぱり中に NVIDIA が認められたということですよね、まあ、これは私としても株主として嬉しく思いますねもうだってマクドナルド、IBM、ナイキコカ・コーラですよアメリカを代表するビザとかね でその中にインテルもあったんですけどね、もう誰でも知ってますね、インテルって、それが除外されたっていうね、うんこれはもう、ちょっとすごいですね、やっぱりあの人工知能というものが、その単なる流行りしたりではなくて、ですね長期的にあのテーマ株になるんじゃないかという判断もあると思うんですね。 まあそういう意味ではあの専門家が見てですね、まあ、人工知能というのはそんなあの一瞬の流行りじゃないんじゃないかっていうことが分かったんだと思いますよ。うんまあ、シェブロンなんかは、ね、あんまりシェブロンって石油ですけどね まあ,あと、トラベラーズって何でしょうね。私も知りませんね。トラベラーズって。多分ビザみたいな会社なのかな。あの金融決済の会社なのかもしれませんけどね。でシスコシステムズなんか知らない人の方が多いと思いますけどね。これはあのもうだいぶ昔から採用されてますよね。えっと、あれ。 IT バブルの2000年の頃に確か株が爆上げした会社ですよね、ネットワークの会社なんですけど、あとは 3M なんかも、ね、知ってる人は少ないかもしれないですね、いろいろあの事務用品とかね、あとはなんだろうね、いろいろやってる会社ですよね。 いやーこれはすごいですよ本当にまあその報道があって今日ちょっと上げてますけどね思ったほど上げてないんですけど2%上げてますねまあエヌビディアはね今140ドルぐらいで えと分割して140ドルなんですけどその、まあ、とにかくすごい上がり方でですねただ、その上がり方が早ければ早いほどあのここが天井なんじゃないかということでなかなか買えないんですよね連日報道される割にはですい、ね、まだにやっぱりエヌビディアとかを買ってない人の方が大多数だと思うんですね。 自分なんかはのラッキーだったのは、えっと、去年の2月ぐらいにそのチャット GPT の記事を読んで何か新しいことが起こっているっていうのを分かったんですよでそこからちょっと調べるようになってだから、えっと、それからまあでもなんだかんだ言って2年ぐらい経ちますよね来年の。 2月ぐらいで2年ぐららいいで年になりますねでそれなんで知ったかっていうとあの楽天証券の,あの、えっと、サイトからですねログインすると見れるあのアメリカ株の情報があるんですねまあ大体がロイターの記事なんですけどロイターの記事を日本語訳したやつを配信されているやつがそのアメリカ株に関することがピックアップされて で私はそれ読んんででるだけなんですね2時間ぐらい読んでますよって言,言ってるのはそれなんですよ要するにで全部読むわけじゃなくてあの大事なやつだけ読むんですねあの別に全く関係ない話も出てきますから、うん、例えばあのハリケーンの話が出てきたりしても別にそんなまあそ,そこまで読む必要はないですからね で大統領選挙で情勢が今どうだこうだっていうの細かい話も書いてありますけど、まあ、それは別に読めば面白いですけどね、まあ、別にそこまで必要じゃないわけなんで、まあ、読んだり読まなかったりですけどね、まあ、でもあのマクロ経済の話ですよね雇用統計だったり物価だったり、まあ、GDP だったり。 あとは住宅関係の指標だったり、まああいうものを読んで,であと、為替の動きですよねそれから FOMC だったり、まあ、貴重的なマクロ経済の話が特にあの毎月出る経済指標を交えてまとめてあるんですけどね要はそういうコラムを書いてる経済記者がロイターの経済記者がコラムを書いてるわけですね。それを日本語訳して 配信されてるわけです一日にどうでしょうね夜の配信のやつは読まないんで朝から夕方にかけてどうでしょうね30本ぐらい配信されるのかなまあ、それ全部読むわけじゃないんですけどまあでも半分ぐらい読みますかね30本配信されたら、まあ、もっと配信されるかな まあでも30本ぐらいか30本配信されたら15本ぐらいは読んでるかもしれませんでなんだかんだで、うん。まあ長いやつもありますけど大半はねねまあ、どううでしょう、ね、a 4一枚ぐらいの分量じゃないですか。うん まあそれ読んでるだけなんですけどね <laughs> まあ結構それでも時間かかったりするんですよねまあ株の勉強っていうのはあの最初からそんな難しいやつを読んでもわからないんで。 最初は簡単な記事から読んでいいいいた方がいいと思いますね楽天証券のやつでも結構あの初心者向けっていうかビギナー向け中級者向けぐらいの記事は多いんでまあ私はずっと久保田さんっていう人のやつを読んでましたけどね毎日配信されるんで今はちょっと毎日じゃなくなりましたけど確実ぐらいになりましたけど でももやっぱりもうある程度、その記事が簡単になってきたなと思う時が来るんですよね、やっぱりで一時期はあの日経新聞の電子版取撮ってたんでそれで結構読んでましたけどねうんまあでも日経新聞の記事もねいいと思うんですけどうんまあ、途中からあのまあ ある程度、もう大体レベル的に分かるようになってきたプラスその月やっぱ4200円とか高いですからねなんかそれがもったいないなと思うようになって、まあ、そのロイターの、まあ、楽天の口座持ってる人は無料で読めるんでそっちにシフトしてますね。今 まあでも日経新聞の電子版を取ってで気になる記事を探しあの読んでいくっていうのはいいと思いますよ、まあ、ある程度レベルが高いですしただその、まあ、どうでしょうねああ日経新聞というのは初心者から中級者ぐらいの感じですねうん、まあ、たまに、ね、上級者向けの記事だなと思わせるやつもありますけどね。 まあ上級者向けてどういうことかというと、マクロ経済なんですよ、要するに。あの需要供給曲線とか、えー、フィリップス曲線っていって、あのー、なんだったかな、物価と求人の関係だったかな。ちょっと私もうろ覚えなんですけどね、フィリップス曲線とかね、あと、何があったかな。 そのマクロ経済の大学の経済学部であったら習うようなことなんですね。うん。まあ、そんな大学レベルの知識が別に必要なわけじゃないんですけど、まあそういう知識があったら分かりやすいっていうだけで。 まあそういうのが、そういうレベルの記事が分かるようになったらいいですよね、一番、まあ、たそこまでただやる必要はないですけどね、株で <laughs> そんなマクロ経済とかまで理解する必要はないと思いますけど、まあ、たまにそういう記事が出てくるんで、そういうときはね、時間かかるんですよね、考えながら読んだり、調べながら読んだりするんで。 でやっぱりその個別銘柄をやるといってもどうしてもマクロ経済に左右されてしまうんですねいくら NVIDIA が単独で業績が良くても何かその大統領選で波乱が起きたりあとはあのこの前みたいにキャリー円キャリーが巻き戻されたりするともう嫌やうなく売られるんですよね。 なんで個別銘柄だけを調べるわけじゃなくてマクロ経済のその経済の大枠を抑えとかないとですねだめなんですよ気を見て森を見ずになっちゃうんですねだからそれを半々ぐらいで抑えないといけないですねエヌビディアをやる,にやるのもいいんですけど んででもいいんですよジャパンディスプレイでも何でも日本優先でもいいんですけどその調べるの半分であとは半分はマクロ経済を抑えとかないとやっぱりねその売り時買い時が間違えちゃうんですだって個別しか見てなかったらあの8月5日の大暴落って占えないんですよ全く、まあ、あれ占った人はい,らいないと思いますけど 例えばあれを占,占えなかったとしてもじゃあその8月5日の大暴落の後にですねどう立ち回るかっていうのはやっぱりマクロ経済の,その大枠を見とかないとわからないですよねうん。NVIDIA とか日本郵船だけ調べといてもですねそう,そういう相場の大事件が起きた時に じゃあ次戻るのかもっと落ちるのかっていうの大体その相場感がですね全くないとどう立ち回っていいかさっぱり分かんないですよああいう時にうんいやあの相場感が分かっていても難しいですよ相場感が分かっていたからといって冷静に対処できるというわけではないんですけどもそのやっぱり自分なんかは マクロの方も呼んでるんで、ですねそんなに慌てなかったですよね、でそしたらやっぱり次の日、ほとんど戻しましたからね、半分ぐらいはもう次の日に戻しましたからね、うん、だって別にそんな大本質的な何かが起こったわけじゃないですからね、雇用統計が悪かったとっいうだけの話で。 であの雇用統計1回でもってアメリカの景気がもう落ちていくなんていうのはねちょっとやっぱり過剰反応ですよね、うんでまあ、その布石として日銀の利上げがあったっていうことがダブルショックになってあの円が買われていったんですよねでそれと同時にハイテクが売られたんですよねあの時 でこれがエンキャリーの巻き戻しだって言われたんですけど実際はどうやらそうじゃなかったみたいで久保田さんとかに言わせるとあれ単なる日経の先物を空売りしただけなんだっていうことであの野村証券のディーリング部長なんかもそんなエンキャリーでハイテク株を買っている人なんて見たことないよっていう。 ケロととしててそんんなこと言ってるんですよねだからあれねエンキャリーの巻き戻しという説は本当なのかどうかもいまだにわからないんですよそう,そういう説があるだけで久保田さんとかその野村証券の人に言わせるとそんなことはないって言ってますからねまあそれはゼロじゃなかったと思いますけど。 まあいずれにしてもね、ど大統領があのどっちになろうが不透明感が霧が晴れますからねそうしたらやっぱりあの機関投資家というのは不透明感を一番嫌がりますから不透明感がなくなることによって株価は上がると思いますよ、うん、だってどっちになってもですね、あのー、それは、 細かい政策は違っていくにしてもそのアメリカの経済を良くしていこうっていう方向で動くのは間違いないんで、うん、自分がだって就任してですねダウがガタガタになってくるとそれはやっぱりまずいと思って経済対策を打ちますからね、うん、やっぱり株価を見て行動するわけですからどっちがなっても大して変わらないんじゃないかという気もしますよね。 確かに移民を制限したり中国からの輸入品に60%の関税をかけたりとか言ってますけど、まあ、果たしてそんなことができるのかということですね。 火が落ちてまいりましたね。 はい、ご視聴ありがとうございました。